バレーボール下向き黒三角イタリア一部リーグ。セリエア、前半第二節ペルージャ3。25から23。23から25。21から25。26から24。15から10。ニパドバ、6日、イタリアパドバ、キオエネアリーナ。 男子日本代表の石川祐希が今季から在籍する昨季覇者のペルージャは敵地でパドバを2時間27分にも及ぶフルセットの激闘の末に下して開幕2連勝を飾った。セットカウント1対2の第4セット、S から2セットを取り、逆転勝ち。石川はチーム最多16得点で牽引し、勝利に貢献した。勝負所で躍動した。 セットカウント1対2の第 4S を接戦の末に取り切ったペルージャ。最終 S では石川が痛烈なバックアタックで流れを呼び寄せた。4対2の場面ではハイセットを決めて得点。6、3からはレフトからブロックアウトを狙ったスパイクを叩き込んだ。課題に挙げていたアタック決定率も第1節のベローナ戦の40.0%から46.7%に向上した。 開幕に連勝し、トレンティーノ、キアセェンサに続く3位につけたペルージャ。次戦の第3節は12日、日本時間13日未明、2敵地でモデナと対戦する。